はい、こんにちは。相手はマザーとペンギンがいないものの、えー、挑発チームできついですね。さらに、えー、ミニオン使いでもあります、えー。こちらはまずミニオン対策としてベラを入れて、えー、挑発対策にオニクスとメレンドルを入れました。二、えー、色チームなので、 回復薬は2色に欲しいので、えー、ディガルドを入れています、えー、こちらアタッカー不足に感じたので、えー、ディアーナを入れました、えー、星4が一応2体いるのでチームパワーでは足りないですけれどはいきます、えー、まずは、えー、ベラで相手の相手のミニオンを封じたいですけれどとりあえず、えー、ここはここはもう え緑ダイヤ作るとこですよねえー、ここはではもう緑ダイヤ消して盤面に紫が降ってきてくれることを願いますえー、それではそれではとりあえずディアーナ当てておいて倒しきれないですよね分かってました えー、では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 もう赤ダイヤ行きましょうかーなんとかパズルで倒せたら楽だったのになそううまくはいかないですよねえー、紫一玉当ててもどうせサンタクロースは倒せないので えー、黄色ダイヤを作りますどう作るか迷ってこういきましょうかサンタクロースいけたえー、運頼りですね、えー、では相手が挑発を発動してからメレンドルを使うつもりなので、えー、メレンドルは温存して、えー、ここはもう破れかぶれの黄色ダイヤいきましょうか えー、なん緑のマナを貯めやすい状況なので、えー、今は一旦メレンドル使いまして、えー、さっき温存したメレンドル使って回復してで緑ダイヤを作りまして,で,持てでもってでもって緑ダイヤ使いまして。 えー、紫をうまいこと貯められなかったですけれども、えー、緑が活躍してくれてるので、2、えー、色チームでよかったなと思っています、えー。ミニオンモリモリ呼ばれています、えー。では、挑発が2体発動しています。メレンドルいきます。上々ですね、上々ですね、えー。メレンドルはおすすめ英雄です。 では、では、では、えー、どっちも嫌ですけれども、どっちも嫌ですけど、えー、クランパス狙っ、っクランパスじゃないや、えーと、ルードウィッヒ狙っていきましょうか。ルードウィッヒに対してディアーナを当てて、えー、紫ダイヤを作ったり、紫カラ打ちしたり、いろいろ、いろいろ、ようやく盤面に紫が巡ってきてくれた、ここ行きましょうか。 えー、それでは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 。ああ、中途半端に。<laughs> ああ、しまったな。ディガルドも使っておいて。で、もって紫。テルディアのせいでこちらマナ溜まりづらいんですね。それがあったんですね。ああ。マナが溜まりすぎた。まあいいや。 はい。それでは、こちらえーまーず、まーず、えー、リガルドで回復をして、ベラでミニオンの壁を呼び、で、持って、3まで溜まったオニクスを放ち、えー、だいぶ相手をズタボロにできたので、さらに紫玉を当てまして、えー、紫を空打ちでマナ溜めまして、 えー、では、えー、どっちでもいいですけれども、テルディアが傷ついているので、テルディア狙って、えー、ディアーナを当てて、えー、紫、空打ちしてマナを貯めて、で、持って、オニクスを当てて、えー、空打ちでマナを貯めまして。 えー、ベラでミニオンの壁を厚くし、えー、メレンドルで回復をして、えー、たくさん消すために赤ダイヤを作ってー、えー、ディアーナを当てて、ディアーナを当てて、えー、状況に余裕があるんで、もう赤ダイヤ使いまして、 はいもう時間もないですし当てていきましょうか、えー、相手は挑発持ちが2人もいましたが、えー、こちらメレンドルでメレンドルで、えー、いいようにいいように、えー、あしらうことができましたこれで勝ちですかねはいありがとうございました